オリーブは2003年に歴史的廃刊を迎え、以降中央指導部を失ったオリーブ細胞はクーネル、夜カフェ、ロハスなどに拡散し、局地性の中で乙女ヘゲモニーを奪取し、その思想性を先鋭化させてきた。体制順応的乙女精神の再生産を拒絶し、生活実践の中で精神性を主体的に構築してきたオリーブマインドの方が今確実に芽吹きな時を迎えつつある。オリーブ少女諸君、私たちは今こそカフェオレボールをヘルメットに、アロマキャンドルを火炎瓶に、バケットをゲバボート